これはすごい。フォーデン様が奉納したのは巨大な杯だ。聖杯という名で伝わる古き品だとか。他の神器とは一線を画する風格が漂っています。この杯はかつて異教の者たちが我々から強奪したもの。全能の神が宿り、全ての願いが叶うと言われていた。こんな神器を一体どのように。我々の正しい教えを説いただけ。何も特別なことはしておらぬ。対話をしただけだ。正しく祈りさえすれば救われる。全ては神のご加護の賜物。これはさすがフォーデン様と言わざるを得ない。これはもう決まりだろう。やはりフォーデン陛下が一人勝ちか。素人でも他の品ではかなわんと分かるというもの。皆さん、フォーデン様に盛大な拍手を。さあ続いては、もういない。ルイが来てねえし、あいつらだって。なんだ、問題でも起きたか。今回は平和に終わりそうだがな。何しろ聖教のお膝元なんだ。うん、ふん。さて、これで各種の神器が揃ったようです。指示を受けた上位者の顔ぶれは明日の本祭にて発表です。さて、それでは今宵これよりは祭典を彩る一幕の歌劇をご賞覧いただきましょう。その冒頭では皆様お待ちかね、歌姫ジュナも登場します。お楽しみに。なかなかの神器を得たと聞いている。またしても来ぬつもりか。まあいい、この勝もはや覆らん。私の勝ちだ。急ぎましょう。この中から天井にある釣り少年の上に降りられるはずよ。退路は確保した。これで見つからず安全に逃げられそうだ。よし、今のところはそれぞれ順調らしいな。だが時間はない。ここから先はお前にかかってる。大丈夫だ。よし、いよいよ決行ね。ジュナの歌が始まるわ。ほら、指先の蝶が月に恋焦がれ、かがり火へ飛んでゆく。息急ぐように、そう憧れはいつも。集中して、狙えるのは一度きりよ。恐れれば胸を焼く。うつむけば消えゆく。闇の使いが首筋。
よし、やるよ、急げ。どういうこと？何かに妨害されてる？王国の誇る歌姫、ジュナによる歌唱をお楽しみいただきました。続きまして、誰か、やりはいい、上がれ。おい、だとすると、バカな。ですが、ねえ、急いで。何をグズグズしてる。仕留めたのか。それが、なぜか槍が。どうする、取りに向かうか、それともここは。槍とはこれのことか。ようやく尻尾を出したな。私に傷をつけたということは、献上品は偽の槍か。槍の力を知っているなら状況はわかる。お前たちにもはや勝ち目はない。殺すには惜しいな。ここまでやったお前たちだ。雲門に下れと言ったところで今更信念はおるまい。だが見事だった。言い残すことがあれば聞こう。言ってやりなさい。出番は済んだようだな、ジュン。ええ、終わったわ。あなたの女を演じる役も。やはりお前もそちら側か。言うことがあれば聞くそうよ。言ってやればいいわ。あるはずよ、言うべき言葉が。ルイ、決闘を受けろ。ほう、その言葉が出る。少しは調べていたようだ。唯一それを言ってきたならば組んでやろうと考える。久しいな。この命のひりつきこそ私の求めていた戦いかもしれん。競技会など時宜に過ぎん。いいだろう、私に血を流させるものなど久しくなかった。私自らの手で命の終わりを見せてやろう。結局は正面対決か。定めだったのかもしれんな。決闘ならば王の魔法は無力。こんなものはもはや不要だな。では名乗るがいい。貴様は今この私に何と名乗る。悪を討とうとする者だ。暗殺を試みながら悪を討つか。いいぞ、強ければそれも波動だ。我が名はルイ・グイアベルン。この汚れ切った国を理想郷に変える真の王なり。獲物も頭数も好きにせよ。ただし死ぬ気で来い。お前たちの生き様、この身に刻んでみせるがいい。来るがいい。このルイの首、やすやすとは取れんぞ。やっとここまで来たんだ。遠慮は無用だ。ルイ、
お前の命運もこれまでだ。決闘となれば当然だな。いいだろう、返り討ちにしてやる。私たちの革命、今こそ力を合わせましょう。任せた。来たね。どう進めるよ。この遠距離に行くぞ。落ち一緒に行こう。お願いします。これ、これが力だ。受けよ、その一。受けよ、その一。受けよ、その一。侍。やめておくか。やるぞ。行きましょう。行け。騎士の誓いとともに行くぞ。いや、仲間とともに連携すれば我が力を見よ。我が力を見よ。来い。受けて、体が重い。受けよ、その一。え、回復が優先よ。サムナ、癒しの力を頼りにしてる。ウィザード止まってるからね、隊長。癒しの力よ。ありがとうございます。オンに切る。すまぬ。さて、悪は正す。距離を詰める。はぁ、詰めるぞ。英霊の力を、うん、これが力だ。来い。受けてたぞ。力が、受けよ、その一。えっ、それに回避。やるじゃない、隊長。能力ゲームが決まってるからね、隊長。王者の魂をここに。感謝します。さすがだな。助かった。ユーバー、この力なら確定の方を隠しました。危ないよ。これで終わりだ。よく狙って。我が力を見よ。受けよ、その一。諦めるわけには。受けよ、その一。隊長の体力残りました。見よ、我々の結束を突破する。ユーバー、覚悟。複数の能力系の効果を受けてる。危ないよ。この力で皆さんと一緒なら。存分にやれ。先生、出番です。まだ健在です。加減はしない。まだ倒れるわけには。ありがとうございます。オンに切る。感謝する。これが力だ。来い。受けてた力が
受けよ。この一撃来い。見て、この技は会長の手加減は何だ。回復してあげて。叩き切る。我が正義にかけて。まだ耐えるか。使いこなしてみせます。ここは私が。助かったよ。王者の魂をここに。感謝します。ありがたい。助かった。我が力を見よ。受けよ。この一撃。受けよ。この一撃。受けよ。その一撃。受けよ。その一撃。ちょっと起きてったら。まだ敵が。こいつの出番だ。まだやれ。みんな無事か。行くぞ。剣よ、うがて。思ったよりやるな。行きます。これはしっかり。すまない。これが力だ。来い。受けてた。体が重い。受けよ。その一撃。受けよ。その一撃。行くぞ。癒しの力よ。ありがとうございます。助かった。王者の力この身にあふれ。ダークナイト貫け。まだ耐えるか。サマナ癒しの力を。さすがだな。我が力を見よ。受けよ。その一撃。受けよ。その一撃。負けるか。受けよ。その一撃。たとえ誰か手当てを。さら。助かった。これやったら。まだやれる。これが力だ。こんなものか。受けよ。その一撃。受けよ。その一撃。助かりました。恩に着る。感謝する。手加減は何だ。往生際が悪い。ダークナイト。これは思ったよりやるな。使いこなしてみせます。召喚。見ません。ご詰めよ。我が力を見よ。受けよ。その一撃。受けよ。その一撃。やれ。回復が優先よ。そこまで。どうされた。誰か助けてあげて。ソラよ。まだやれる。ダークナイト。うわ。これほどか。また強くなれたみたいです。成長したか。拙者の力。力がついた気がします。何のための力。リン様。手出し無用だけど。残念だったな。お前が一番よく知っているはずだ。
なるほど。あの図面を探っていたのもお前たちか。だが、すべてトローだったな。どういう意味だ？誰も手が出せなかった大逆にルイ・グイアベルンを。すまなかった。俺の見立てが甘かったばかりに最後は泥仕合になった。何、成し遂げたことに変わりはない。ここにいる全員のおかげだ。待って、倒せたのはいいけど槍が。そうでした。槍も一緒にしたい。まずいな、舞台のど真ん中に落ちたようだ。貫かれたルイの骸を見ればさすがのフォーデンも槍の力に気づくぞ。あの槍がフォーデンに渡ったら王子が助かっても別の問題が起きそうね。ユファ、例の力で。いや、もう遅い。すでに監修の真っ只中だ。今から引き寄せたら奪ったことにされかねない。ではどうする。まずは槍が俺たちの奉納品だと主張しよう。今すぐ出て行って槍の奉納を認めさせる。待ってください。ルイを撃ったのは自分たちだと明かすんですか？それだと主人を騙し討ちするために支持者まで騙していたと宣言するようなものでは。そうよ、事情を知らない観客からすれば私たちただの悪党じゃない。いいか、俺たちはルイを仕留めた。でも闇討ちには失敗したんだ。今はどうにか観客を同情させる釈明をするしかない。同情って、なんて言うつもり？俺だってわからん。出たとこ勝負だ。とにかく行くぞ。急がないとそれすらできなくなる。待ちなさいよ。もう死体、まさかルイなのか。すぐに確かめよ。本当に死んでおるのか。では私も。ルイさん、そんな、本当に死んじまったのかよ。ゲーカ、舞台袖にこれが。傷口から見てこれで殺されたのでしょう。この槍はあやつが部下に回収させたという神器。神運が止まっており、瞳孔も散大しています。間違いなく死んでいるかと。間違いないのだな。何度も確かめました。確実に息絶えております。あのルイが死におった。つまりこの槍には王の魔法の庇護を破る力が。感激中、お見苦しいことになり申し訳ございません。遅ればせながらそちらの槍が我々の奉納品です。何、この槍がだと。まさかルイを殺したのはお前たちか。その通りです。なんと、一体なぜだ。私はこのルイに故郷を滅ぼされました。同志のヒュルケンベルグは亡き殿下の近衛であった身です。歌姫ジュナも
いくつかの恩義から力を貸してくれました。もとより我らは逆進類を打つため決起した集団なのです。一時類の協力者となったのもそのため。芸家や民に本心を偽るのは団長の思いでした。ですが今日ここについに宿願叶い類を打ち果たしました。これでようやく我が両親も安らかに眠れます。大した役者だ。お前本当に泣いて。やっと実感が湧いてきたな。宮敵を討ち取ったんだ。どうかご静粛に。歌姫がルイやこんな無名の連中と一緒にいたのはそういうわけだったのか。そうであったか。これで全て合点がいった。王子の木の枝だった騎士がルイに従った理由もな。よくぞ謀反人を討ち果たしてくれた。亡き陛下や殿下もさぞやお喜びであろう。もちろん貴公らの神器奉納も認める。これで明日の本祭も最高の形で迎えられるな。ありがとうございます、芸家。そなた、ヒュルケンベルムと言ったか。殿下が襲われたあの日、誰よりも奮闘したと聞いておる。逃げ去る犯人の背中に人たち浴びせ、あと一歩のところまで追い詰めたとか。その時の無念をついに晴らせたわけだな。そなたこそ誠の騎士だ。どうかしたか。あ、いえ、身に余るお言葉です。さてこの槍だが、当然今後も聖教で保管せねばなるまい。信託を集めた者を殺せる槍などあっては混乱を招くからな。はい、構いません。その槍は奉納品なのですから。うん、では下がるがよい。黙って帰れると思ってないよね。顔貸してもらうよ。お前ら最初から敵だったのか。ジュナさんもそっち側だったんですね。目的は何だ。どうしてルイ様を殺した。これは復讐じゃなく正義の戦い。そう信じるならば、主を失った彼らに説明をする責任があるように感じます。あなたもそう思いませんか。分かった、真実を話そう。すみません、共に過ごすようになってまだ日の浅い私が出過ぎたことを。いや、全くもって君の指摘した通りだ。我々は本来王になるべき方を救うため動いている。王子殿下の呪いを解くために。待て、王子死んだはずのか。生きてるのか。ふざけるな。作り話でごまかそうってんなら容赦しないぞ。身を守るためにも死人になるしかなかった。存命といっても魔法による呪いで伏せったままだ。それを解く方法の一つがルイを殺すことだったの。王子を救うための組織が秘密裏にできてて、私は患者として殺す以外の手がないか探っていたの。今すぐ理解してくれとは言わない。だが何が王子のためだ。父親の国王はフォーデンに屈して国を腐らせた大罪人だ。その男の、しかも死にかけの息子、ルイ様と引き換える価値がどこにある。価値、人に価値をつけて比べるなんて、あんたたち兄弟が一番嫌ってたことじゃないの。私は殿下と面識はないし、
人となりも存じません。でも彼らの信じる未来を見てみたいと思ったんです。全員違う種族で身分もバラバラの一団だが、こんな世界もありうると拙者は彼らに可能性を見たんだ。それに以前ルイが島を焼き滅ぼす話を語った時、私にはあなたたちも胸を痛めているように見えました。ねえ、ルイは本当に命を懸けるほどの主人だった？違うなら本当の心に従うべきよ。私たちと一緒に来ない？待て待て、こやつらはルイの右腕だったんだぞ。さすがに彼らも我々と同じだ。主人へ忠義を尽くしていただけに過ぎない。俺たちのことはジナさん、思ったより本気で考えててくれたんですね。俺昔バジリオを守れなかったんです。魔導機の実験台にされて、こいつ今はこいつの人生を守ることだけが俺の全てなんですよ。兄貴、血生臭い生き方は引退か。あ、意外と早かったな。ルイ様は俺たちの夢だったけど、どうやら冷める方の夢だったらしい。どっかに流れ着いてこいつと店でもやりますよ。さよなら、ジュノさん。ほらよ、頭悪いからお前らをぶん殴りてえのか、それとも礼を言いてえのか、こんがらがって分かりやしに。くそ、なんだこの気持ち。くそ、兄貴待てよ、一人で行くなって。店何屋にすんだよ。不器用なんだから。ごめんね、こんなことしかできなくて。そうだ、急いで王子殿下の容体確認を。そっか、そうね、呪いの魔法もきっと解けて。これどういうこと？呪いの茨が消えてない。術者のルイは死んだ。フォーデンたちも入念に確認したはず。落ち着け、立ち話で済むことじゃない。一旦宿へ戻るぞ。殿下の呪いは解けていない。ルイが死んだのにどうして？偽物で影武者だったとか。あのルイは間違いなく本物よ。実際に戦ったんだし見間違えるはずない。そもそもルイには死を偽装する理由がない。結果として槍がフォーデンの手に渡ったわけだしな。だとすると呪いをかけた人物は他にいる。つまり私たちは無実の者を殺めたということでしょうか？無実の者か！俺の故郷だって、国王を殺したのだって。それに、それとこれとは話が別じゃねえのか？ならルイの暗殺はあいつの言った通り本当に徒労だったってこと？待て、奴は呪いの魔法の設計図を持っていた。それはどう説明するんだ？それだけでは犯人と断定できまい。あるいはルイも呪いを調べていたのかもしれん。濡れ衣を着せられたのであれば疑いを晴らすためという可能性もある。ルイじゃないとしたら一体誰が？あの夜私が駆けつけた時、すでに王子殿下は逃がされようとしていた。私は殿下を守りつつ犯人と鉢合わせた。犯人を追い、その背中に人たちを。フォーデンも言ってたね。他にはないの？他には手がかりになるようなことは。
待てよ。私はこの話を今初めて他人に喋った。当時の調べには取り逃がしたとしか言っていない。仕留め損ねた恥からそれ以上言葉が出なかった。でもさっきフォーデンが。そう、奴は犯人以外知り得るはずのない話を口にした。どうしてフォーデンが知っている。まさかフォーデンが黒幕。否定できる材料も私にはない。あいつ聖教の大教主様だぜ。いや、ない話ではない。陛下が聖教を国教に制定したのは王子の死後間もなくだ。王の魔法さえ発動しなければ次の王座はおそらくフォーデンのものだったはず。王子を狙う動機は十分だったわけか。わずかな可能性でも追うしかない。明日の本祭で直接フォーデンを問い詰めましょう。仁義の槍も取り返さんとな。今のフォーデンが持つにはあまりに危険すぎる。そうだ、私ちょっと姉さんに話を聞いてくる。考えてみたら聖教祭だから絶対来てるはず。姉さん、説明させて。今日の騒ぎは、こんな人目につく場所に来て大丈夫なの？え？平気よ。別に悪い騒動を起こしたわけじゃないし、実際フォーデンの前でちゃんと事情を。そうじゃなくて、あなた歌姫だから。そっか、そうよね。王の魔法の庇護には穴があるって前に言ったけど、まさかルイよりあなたたちが先に動くなんてね。奉納された槍、あれのためにビルガ島にいたのね。こんな大騒ぎにする予定じゃなかったのよ。一筋縄じゃいかなくて。でもこれで玉座にルイが座ることはもうない。だからさ、一度姉さんから聞いてみたいなと思って。大教主のフォーデン様のこと、実際どんな人なのか。だってそうでしょ、ルイがもういないってことは本当に王様になる可能性があるし、あのくらい偉いとどうしたって悪い噂も立つじゃない。そういうやつの真相とか聞いてみたい。ちょ、あなたね、フォーデン様をお酒の魚にしようってこと？今町中聖教祭なのよ。固いこと言わない。ほら、例えば昔こんな話あったじゃない。王子殿下はお城に追わしたのに賊はなぜ忍び込めたのか。誰か身分の高い者が手引きしたのではないかとかさ。世間であの噂立った時、父さんたちすごいピリピリ慌ててたよね。私何も言ってないのに何度も怒鳴られた。あれってさ、姉さん何か真相聞けたりした？ごめん、おどけて聞き出そうなんて卑怯ね。言いづらくてつい仲間のヒュルケンベルグから聞いたの。フォーデンが襲撃の現場にいないと知り得ないはずのことを言った。万一本当にフォーデンが襲撃に噛んでるなら、王になった時彼女敵に忠誠を誓うことになっちゃう。姉さんだってシグナスの長女なんだから同じになるわよ。王族殺しの男をかばって生きる人生になっちゃう。そんなのってないわ、酷すぎる。私ちゃんと真相を確かめたい。もしもフォーデン陛下が罪人だったら、あなたたちは陛下を、聖教をどうするの？どうするのって。まあもっとも、あの頃私はまだ12歳。聖教父の真実だとかそんなのは右も左も。
姉さん、どうかした？大丈夫よ。ただの過労。急に物事が動き始めて心配事が増えたせいね。姉さん、大丈夫だから。情けないとこ見せちゃったのね。聖女なんて呼ばれてるんだし、名前負けしないように強くならなきゃ。念のためお酒は今日は控えておくわ。こうしてるとなんだか姉妹でモンタリオまで旅行に来たみたい。また会いましょう。